株式会社、アルメックスは、東京都に本社を置く、システム管理を行う企業である。優先、ネクストホールディングズの完全子会社。1966年に、東洋技健工業として設立され、2006年5月に優先が、約3分の2の株式を創業者その他から取得、2006年11月に、株式交換により完全子会社化される。 表面処理装置のメーカーであった東洋技研が倒産したイノシシこ資金戦闘6機のレジャーホテル向けポス部門の人員を受け入れ発足させた東洋エレクトロニクスを合併しできた会社。レジャーホテル向けのポスは大手電機メーカーも参入していた部門であったが法令等の規制が厳しくなり撤退する中、それらの関連部門の吸収や関連人員の受け入れを行い拡大をしていった。 主な吸収としては、山陽電機のホテル向け商品の開発、販売部門が有名。主な商品は、客室両替機と客室管理システムが一番の収益源であるが、一部機能によっては、ホテルフロントでの対面を経ないチェックアウトが可能となる。ことから、ホテルの運用によっては、ホテル営業に旅館業法上の問題が生じる。可能性もある。 また、社名が類似している株式会社アルメックステクノロジーズは、もともとアルメックスの一事業で分社化後は、子会社であったが、現在は、ヤマト SMBC キャピタル株式会社の連結し、会社である NIF キャピタルパートナーズ株式会社の100%ファンドが、保有している。ありがとうございます。